見て俺がおったって、あとこれ見て。今からお布団を敷くじゃんけんをみんなでします。じゃんけんをして負けた2人がお布団を敷きます。まあこたつから出とうないよね、まあ、じゃんけんほい、はい、行こうでしょ。まあ、お布団を配置したいと思います。で、配置と、布団の準備。待て待て待て、カメラも持っていけ。あ、そうだね、うん、まあ、とりあえず俺はあの階段のところに2つくらい設置しようかなと思って。本当に階段に設置するの、あのさ、これこれ、え、待って、めっちゃ楽しそう、それ行きます。ちょっと待って、絶対だっけ、バカやん。それで、うん、こうここに2人で、このオンカーブでここに1人。それ完全に布団欲しいよ。完全に布団欲しい。ここで寝る。あ、なるほどね。こうやって寝る。こうやって寝るね、この人。うん、確かに。こうやって寝る。あ、1人すごい。こんにちは。それは汚れるけどダメよ、そこ引いたら。それは違う。それは、あの、たたえ室内。あ、ごめん。今までのね、意味やから応募許したけど、そればっかりはダメだ。おお、こう引いて、こう。オッケー。決まりました。まず一人目寝るとこ、ここです。あら、布団干しと一緒に布団を干すように寝てもらいます。次にこっち来てもらってください。ここに二人寝ていただきますね。どうやって二人寝る？二人寝るビジョンだけ一回見よう。これでもう、これ安定した安定した安定した。これで安定した。安定してない。なんか火が火。3人寝るこれ。あ、これ3人寝れる。3人寝る。押し上げ。縁の下の力。押し上げないで。これやばい。これこれこれ。おやすみ。ちょ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 。ラストのラストね。こっちで。そう。部屋紹介みたいな。そこ間取りやばい傷だね。こう。そしたらそこを蹴って。音がすごい狭いのに。すげえ。行きましょう、布団。ガチですげえこいつ。じゃあやり直しで。ちゃんとして。俺とひとしにはメイキングが合ってなかったな。りょうとタカトフチームのメイキングみたいな。違う。もちろん真面目にやってほしい。うん、真面目にやってほしい。え、場所だけやろ。そう、場所だけ。やったらメイキングがしてくれるよ。そうそう。結構あれですよ。ここに一箇所。気持ちや、気持ちよさそうで。あ、ここがまだまとも。ここがまだまとも。なぜ床があるのに使わない。なぜ床があるのに使わない。なぜ椅子の上に。意外と安定したこれ。おはようございます。本当のおはようございます。うまいね。本当のおはようございます。断水生活2日目。2日目、そろそろ俺たちの喉も乾き、断水生活なんですか。全然あの冷蔵庫とかそこにもお茶ありますし、互いに互いを持ち合い奪い合う生活が始まる。これしかないんだけど、起きろー起きろー、雪行くぞ、雪雪模様取り行くぞ。待って、雪模様殺すぞ。いや、おいしそう。ねえ、嘘つやがえ。ねえ、見てないか。めっちゃ綺麗に入ってる。もうか、冷たい。寒い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 。金時間違いないが。やばいよ、待って、人間が高知だぜ、なんでなんでなんで。この
って痛っ。ねえ、どこで寝かよ。こんな危ない危ない危ない。マジ？ほんまや、すごい。景色はそもそも綺麗ですよね。ほんまやね。俺は面白くなくてもいい。ただただ濡れたくない。この極寒の中濡れたくない。これあれや。なんか拾っちゅうぞ。なんか拾っちゅう。あれ、亀拾ってない？え？あ、マーチが死んどる！いけいけ！マーチか、マーチ。いけ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 。最高の条件や。あれじゃ、こんな色取ったっけ、マーチ。こんな色取ったっけ、マーチ。なんでお前カメラのところでバカじゃん、もう最悪や。インサート撮るの、ここやばい、いらんわ。